こんな感じかな。こんな感じ。いや違う。運動会の、うん、昨日先生に言った校庭に行くまでのいろんな体型とか、うん、やることとかを、うん、次何するでしょうって先生が言った時、ネネが手を挙げたら、うん、ほとんど間違って自分から手を挙げてほとんど間違ってたからメモって、うん、そのメモも思い出して、うん、全部そうでした。頭の中で予習してたってことも、そういうことか。でもね、そういう予習とかさとつまんないから、その光景を想像してた、うん、綱引きでね。けど引き分けっていうマジ意味わかんない判定になったんですよ。もう一回戦は勝ったんですけどね。そらね、前から2万ペっていう結構プレッシャーあるから、こうやって踊るんですよ。はっ、声も出すんですよ。宿題やってます。母ちゃんは楽しみですか？めっちゃ楽しみだよ。泣かないといいけど。あ、柔術楽しい。柔術始めたんです。充実だな。あと6月1日にボルダリックの大会があります。応援お願いします。もうすぐだよ、来週だよ。そうだよ、明日の明日の明日の。緊張してないね。だって楽しむのが一番だ。それな。うまい。キコトコのグルメのさ、伸びすぎたチーズの食べ方まで、ね。何言ってるの？この人。いただきます。せーの。私の隣のおばさんは浅草空でちょっぺり見てんだ。そーらそーらそーら運動会。アホじゃないの。運動会が楽しみすぎよ。運動会楽しみ、時をぞ絶対じっとる。楽しみ楽しみ楽しみ、ウェイ。ちょっとパパを起こす時間だから起こす。親父を起こしました。運動会楽しみ、体が止まらない、口も止まらない。お休みだよ。運動会。そうそう、運動会。きっとねえね。そう、楽しみだね。いっぱい応援しようね。ソーラン節やるんだって、ねねは。父もやりなよ。おはようございます。聞こえた？なんかそう。え？なんかそう。違う違う。お腹減ってグーなってる。うんこのグーじゃない。じゃあ食べる？お朝何食べたいですか？ぶどう。ぶどう？うん。ちょっとだけいいよ。うん。体力消耗して大丈夫なの？消耗っていうか、うん、体力消耗か意味わかんない。逆に動かしてた方が本番動きやすい。
今日の結果と感想をお願いします。負けだ。徒競走は何位ですか？ない。何位では負けた。楽しかった。楽しかった。うん。徒競走がさ、一番緊張した。徒競走が一番緊張しなかった。一番緊張した。キキダンスの方が緊張したって言ってたね。え、マジで？ねえ、徒競走なのに。ダンスは楽しすぎます。ねえ、スナッキーではどうだった？2回戦で良かった。スナッキーすごかったよね。でしょ？最初さ、ね、2回戦目負けるかと思った。うん。ごちそうさまでした。はい、まあいいの。じゃあやろう。徒競走最下位、ソーラン節成功。スラッキー2回戦とも勝ち。リレー最下位。選抜最下位。チームで最下位だから、俺が最下位じゃない、チームが最下位だから。楽しかったんだけど、いいんじゃないかって。めっちゃ笑顔だったよ、みんなで。今日はテレビスーパーイン。でも、キキもさ、あれ、かけっこ終わった時笑ってたっしょ。うん、スーパー、飽きちゃダメ、それは。私は行ってきます。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。私は行って、家帰ってきた、公園行く。 OK OK、じゃあなー。行きます。お菓子取ってから。よし、はい、今はスライムをやってるんですが、全然集中できないんですが、オムライス作ってる。すごいじゃん。全然取れないな。面白いでしょ。あれ。どんどん楽しくなってきましたね。よし、オッケー。あとは。形を作っていくだけ。ポチョーン。全然取れない。おっとっと、ちょっと落ちましたね、うんこ。今ね、ニューヨークを作ってます。今ニューヨーク作ってます。ニューヨーク作ってます。そう、小学校始めての運動会楽しかった。うん、で負けたけど楽しめばいいやって思った。うん、負けたの。それで大事よ。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。皆様お疲れ様でした。お疲れ。もうな。明日はゆっくり寝てください。はい。なんだこ。